美しい景色の中、島の文化をそのまま持っているチェジュ島。チェジュの神秘な神話を抱いているホニージマールに行ってみましょう。海岸道路に沿っていくと、韓国発の国際結婚の神話が伝わるホニージマールがあります。田村国の三人の神と緑蘭国の三人の姫がこの池で挙げた結婚式の話に耳を澄ましてみましょう。3人の神と3人の姫が一緒に暮らしていたシンバングル、その伝説が目の前に浮かびます。ホニージマウルから20分行くと、水深が浅く穏やかで子供連れにもってこいの避難海水浴場があります。避難海水浴場から東に海岸沿いに行ってみると、ソプチコジと呼ばれている火山灰で形成された丘があります。海岸の絶壁の上に広がる広大な草地はとても見事です。チェジュ島の独特な文化、海女、20年から30年前までは彼女たちの強い生活力と強靭な開拓精神で家計を養いました。今ではその数も減りましたが、家計のため海に潜る彼女たちの姿は未だにチェジュの女性の象徴になっています。海女さんたちが取ってきた海産物で作る料理もまた豊富です。特にウニを入れたカルククスはこの地域の独自の味を堪能させてくれます。チェジュ・ホニージマールで他のどこでも見ることのできない独特な島文化の伝統を感じ取ってください。